どうもこんにちは、こんばんは、ナッツでございます。10月の11日でございます。新しい降臨が来ました。前回がニーズヘッグかな、そっから空いて新しい降臨ですかね。その間にもあのストーリーのやつがあったかもしれませんけど、どっちが先だったか分かりませんが、はい、壊滅級がありますね。で、ボスは水属性なんで、まあ最近の降臨キャラって大抵弱点とかないんですけど、自分の苦手属性に盾張ってるからもう属性相性もクソもねみたいなとこありますけどね。今回はちょっと有利なのかなっていう感じです。頑張りましょう。で、今回6階層しかないということで、自動回復は諦めました。多分たまんないと思うんでね、ご利用していきたいと思います。まあ、ある程度貯めながらね頑張りましょう。まあ、背景はこれですね。プチボム、プチボム、お邪魔耐性の方が良かったな、暗闇にしちゃったな。これさ、痛いんだよな、うちのパーティーだときっと。これは裏ではないのか。オッケーです。とりあえずじゃあ爆発させといて、で回復はしたいので、こっちの角っちょで爆破させておけば、おそらく被害はね最小限に抑えれるかなと思います。ただこれで倒せるとは言っていないんでね。あ、硬いですね。あ、真ん中は倒せるんだ。それは意外ですね。真ん中倒せればまだいいでしょう。で、今回ターリスを使っていけるので、ターリスは使っていきます。なんか昔はターリスを使わないといけなかったのに、最近はターリス使っちゃダメみたいな傾向が多いんで難しいね。忘れがちだね。貫通していく。まあ、ここは爆弾がめんどくさいぐらいでしょうか。2回です。あ、なるほど、裏ではない。裏かどうか確認していきましょうね。追い打ち組んでいきます。神キラーのコットンじゃないんで、今回はちょっとさすがに倒せないってことはないよな、こいつが。言うてシャロスパーだ。まあでも周回がちょっとめんどくさくなりますかね、根性があるんで。あのドットエキドナとかその辺になってくんのかな。おっと、ユグドラシルさん、ユグドラシルさん、これあんた裏ですね。ヨンタンバインズ裏ですね。裏究極シマリュウ、トウリュウかな、多分シマリュウ。めっちゃごつい名前が。回復していきます。コットン回復でもらったんでね、これで全部回復しちゃうわけですよ。で、こいつはどう見ても硬いので、どっからどう見ても。一回ウェイ組んでみて、そう、コットンがドラキラなんですね、今回ね。ドラキラ7コンボ強化3つなんで、まあ、ボスはね、あの、ドラゴンタイプやろってことで、そうしてきたんですけど。どうかな？本当かな？不安になってきた。実は悪魔だけでエースみたいな、そういうパターンもありえなくはないよね。多分あいつドラゴンやろってことでドラゴンキラーにしてきたんですけど、なんかちょっと貫通した。ちょっとだけ。33で削ってみてダメだったらアルテミスを使っていきます。コットンはウェイないんでね、33の方が火力出るはずです。さあどうだ、落ち込ん来ちゃっていいよ。水の落ち込ん、どうだ、なんかちょっと貫通するね。で、これ怖いんで使っておきましょう。こいつを受ける勇気はさすがにない。4ターンだもんね。体力15万近くあるとはいえど恐ろしいので、ここは殴っていきますよ。まあこんな感じか。まあ木の量が単純に増えたんで落ち込んが来なくとも、あ今更、5倍、あ、よかったよかったよかった。もうそんなに恐ろしい人ではないのかな。割と話が通じそうですね。バッキスは通じないタイプね、あいつはね。当時のバッキスは通じなかったんですけど、こいつはまだ分かってくれるみたいですね。 OK です、バイバイ。なんか絶妙に体力もあるんですかね。貫通してもなかなか倒せませんでした。また根性、お前は何をやっている。ここでこいつがいろんなとこに出張してくるとさ、事故率が増えるからさ、やめてほしいんですけど。
なんか繋がっとった。いけるかな？ドラゴンキラー入っていきます。てか、むしろこいつは柔らかくないといけないよね。硬かったらむしろ、あいつにとって不利だもんね。闇の方向できませんからね。おっと、誰だ？トールさん、覚醒は初めてかな？おっと。ただ、それは弾きます。なるほど。なるほど。エーギル的な感じか。今回ね、そう、神キラーないんで、あ、神じゃないんだ。そうか、そうか。いや、今んとこ順調なんでね、こいつも順調に突破していきたいんですけど、いかんせんデータがないもんで。まあ、ユグドラシルはなんとかなりましたけど、こいつはどうなるかなっていうとこでございます。まあ、見た目通り硬いんでしょうね。硬いというかタフなんでしょうね。ほら、そんな感じがした。それは食らわない。その雲が取り柄だとしたらね、今回は勝ちましたね。なんかずれてない？大丈夫？大丈夫そうだね。お、ラッキー。ここで水にしておきたかった。水にしておけば多分次倒せますので、ここまでやるとは、達成してないデイリーミッションがあります。よかろう、振るがよい。あ、結局倒倍。ただ、こんだけ色があれば倒せるかなと思います。思っただけです。絶対とは言っていません。倒せるかなですよ、あくまでも。回復組みたかったね。こうしよう。ナイス。これ勝ったでしょ。よし。で、ボスかな。あんましんどくないですね、ここまでは。ドラゴンタイプだよね。だよね。は？おいおいおい。久しぶりに無効化しねえと思ったら、そういうことかよ。そういうことしちゃうか。それはやばいですね。まあね、最近のキャラクターって大抵体力何億かあるんで、なんか殴ったら意外と半分切りましたみたいな、そういうケースがね、結構多いんで、うちのパーティーは。一回殴っちゃいましょう、普通に。さすがにアルテミスは危ないんで使いませんけど、一回殴りましょう。ちょっとお試し感覚でね、殴っていきます。バッケスはまだ溜まりませんね。いや、バッケスまで使ったら明らかに根性までいっちゃうと思うんだけど、多分このお試し感覚ぐらいだったら大丈夫だと思うんだ。さすがにコットンがね、強くなったとはいえめちゃくちゃ硬い。おっと、吸収。一旦ならまあ許そう。で、目覚めがつきましたね。吸収か。まあ持ってきても溜まってはなかっただろうしな。で、このターンで倒せってことかな。うちのパーティーだったらさらにいいですよね、目覚めが入って。目覚めが入っていく。これは多分ね、あー、回復しちゃうんだ。臨場。おい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 、力の要求。なんなんだよ、吸収じゃねえか。結局無効化じゃなければ吸収みたいな、そういう感じですか。気吸収とかもどうしようもないんですけど、どうしてくれようか。75。まあそれはいいわ、まだそれは勝手に。おい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 、お前やりたい放題やな、さっきから。どうせ威嚇は食らわないんで、これ使っちゃおう。まあ使ったとこでちょっとダメージが入る程度だと思うんですけど。だよね。水吸収はまだそんな変わんないと思うんで。力の要求とかなんかあれやな、お前。あの、契約流っぽいな。ストーリーに出てきそうやな。はい。あー、コットン使うって手あったな、今。ワンチャン倒せた可能性あるよね。うん、あるな。75はやばい。生命の激流。ここは一旦回復します。で、水吸収もう一回してくれるんだったら、その時にでもコットンのエンハンスを使ってもう倒しに行っちゃってもいいんじゃないのかなって思うんですけど。枯渇する希望。あー、希望枯渇したわ。それは雲の彼方は大丈夫だね。
すごいなんか面白いなお前技が面白いないちいち。ちょっとじゃあ適当に、あでも追い打ち分なくなるとめんどくさいんで回復はある程度取っておいて、枯渇する希望はダメだって。希望それね、本当に希望ないんだって。フェスティアが溜まったらまだいいんだけど、あでも溜まりそうだな。あと一旦ここでしのげばね、水吸収をお願いしたいね。てかあれかな、この体力だとこれしかしないよ的なゾーンに入っちゃったのかな、もしかして。それだったらまずいですね。多分そうだねこれね、ここだとこれしかしないっぽいね。ということはこいつはどうやら水属性をやめてしまうようです。まああえてここで回復してもらってもいいんですけどね。回復したら水のまま殴れますし、まあ減っちゃったら頑張ろうっていうことで、おそらく木属性に変わりました。こっからどうなるかですよ。あら意外とシンプル、意外とシンプルね。これじゃあ倒しに行きましょうか。まずターディス使って、で遠距離、撃破パワー砲打ち込む、で申し訳程度の回復入る、で水が多いん で根性もないんでアルテミスも使っちゃう。でも念のために回復もしておく。でこれでコットンが溜まってエンハンスがドカン、トイちゃんが突進、いきましょう。これは勝ったやろさすがに。えこうこうどっち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 、こうでいくよ。落ち込んは入ります。ありがとうございます、お疲れ様でした。また会いましょう。個人的には面白い降臨でしたね。これぐらいの難易度いいよ、この趣味パでもなんかね突破できる感じで、ね、いいですね。向こうかね、うちのパーティーあんま相性良くないんですよね。まあ、最近はコットンがついたんで、まあまあ戦えなくはないんですけど、まあ、向こうかよりかはね戦いやすい敵だったかなと思います。はい、ということでこいつがね結構強いんでね、また使ってみたいと思います。非常に優秀です。毒耐性3つにマシンキラー2つで、スキルも7ターンで打てますし、限界突破も対応してるんでね、非常に優秀なんで、また使ってみた動画とか出していきたいと思います。まずはスキル上げね、30上げ楽しいね。はい、ということで今回はこれでおしまい。雲耐性があるといいですね。雲耐性 と、無効貫通、まあ、欲を言うなら吸収、あとはまあリーダースキルに追い打ちがあればもう関係ないんで、あの回復消せないっていうのもね、そんなに火力いるか分からんけど、まあ、マルチとかでやるんだったら今後ヤシャミオとかリーダーでやってみてはいかがでしょうかということでした。ではさよなら。